旅の安全を祈っております。稲荷の神が守ってくださる。俺が生まれた日、母上が蛍を追う狐を見たそうだ。狐はお稲荷様のお使いと言われてますからね。見かけたら追いかけるのが吉でしょう。そうしよう。では。Tyrion have been.
それ。お晩です、酒井様。さあどうぞ見ていってくださいよ。皮を分けていただけたらお返しに何か差し上げましょう。恐れながら数が足りませんね。また来よう。またいつでもいらっしゃってください。何かご入り用でしょうか。酒井様、生きていらしたのですね。なんとかな。どこかで会ったか。ああ、いえ、ただご出陣のお姿を見ただけです。これをお受け取りください。お探しの者へと誘う力があると言われています。それはお主が持っていろ。猛虎が怖くて私は動けません。もし道すがら花を見つけたらここに持ってきてもらえますか。いろいろ染め直しますよ。覚えておこう。助かった。素材が足りないようですね。Thank you.
またお越しください。金になると思ったのか。またはね。大変です。日吉の湯につながる橋が猛虎に奪われました。往来の多い橋を奪えば日吉を攻めやすいからな。よし、様子を見に行こう。ありがとうございます。弓を見て差し上げましょうか。弓を強くいたしましょうか。また頼むぞ。少しでもお役に立てたでしょうか。たとえ対馬が猛虎に乗っ取られたとしても。困っておる様子だが、何があった？クタの集落でひどいいさかいがありまして、賊と猛虎が殺し合ってたんです。そやつらが揉めようと止める道理はないが、民が巻き込まれるのは避けたい。お主は逃げよう。俺が見てこよう。こっちに来い。鎧を整えてもよろしいでしょうか。猛虎の刃は通しません。一段とご立派になられましたね。この近くに役立つものはないか。残念ながら。ですが神社をお参りすれば手を差し伸べてくれるはず。鳥居を見つけて社まで進めば何かいただけるかも。神の加護を受けた御符があるというな。ぜひ手に入れたいものだ。どんな鎧でも結構です。ご
しい弓をお持ちでいらっしゃいますね。あんたって酒井様の敵ではありません。味を鮮やかにいたしましょう。太刀のことならお任せください。鋭さと切れ味が増しました。酒井様、十分な素材をお持ちください。ふぬけばかりか。
手試しといくぞ。足が、早く逃げよう。じきにここは見つかる。もお侍、何があった？猛虎と手を組む阿久戸がいます。そいつが持ってる通行証を家族と奪おうとしたんですが、坂平に返り討ちにされ。それには命を懸けるほどの価値があるのだな。通行証があれば誰でも猛虎に止められることなく自由に道を通れます。役に立ちそうだ。ええ、その通りで、阿久戸の荷車は道の先に残ったままです。俺が代わりに見つけてこよう。お主らは休んでおれ。お気をつけて。すでに兵が集まっているはずです。Hey.
秋人の荷車だ。秋人はおらぬか。親の男らと戦ったのか。通行証はないな。もう子供。小屋の男らが狙いか、知らせてやるのか。遅かった。お侍、こちらへ。通行証を持った秋人を助けてください。実は弟なんです。何だと。通行証を奪おうとしたのも全て家名のためでした。猛虎に加担したのであれば許してはおけぬ。そんな、いいやつなんです。どうか。無事かは分からぬが、探してみよう。お願いします。兵は後を残しておるはずだ。
脇にそれた。秋人はあの中におるはず。Knock down that!
ぞ。ここにいます。動くな。ありがとうございます、お侍。礼などいらぬ。猛虎に加担しておると聞いたが。奴らが約束したんです。物資を運べば家族は見逃すと。兄は死んだぞ。お主の通行証を奪おうとしておった。そんな。あのバカ、道理で俺が疑われたわけだ。通行証など持ってません。あれには運び手の名が彫られてるんです。他のものは使えないのか。もう行け。また猛虎と手を組んでみろ。その前に殺される。それより家族が気がかりですが、顔向けはできません。ああ、なんてこと。どうすればいい。
お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。さといいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは徳心がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。
逃がしてやる。お侍様はすべて菰田で亡くなったのかと。どこかに身を隠せ。街道は避けよ。日吉に向かう途中の辻で猛虎を見かけたんですが、怪しい動きをしていました。祈るような。いかなる神を信じようとも、猛虎であれば俺が片付けよう。そちらの精鋭を出せ。
やめろ、けだものどもめ。お侍様、橋を渡れないのです。どうした。日吉の湯へ向かう途中で橋を渡ろうとしたら、猛虎が谷で待っていて、下から矢を射い始めたのです。怪我人が。文太、私の甥です。おとりにされておるのか。家族を橋から遠ざけておけ。あとは俺が。もっと叫べよ、アッパー。家族に見殺しにされそうだぞ。Der Chef sagte Jay. Und ihr Bett, aber die Tür sind nicht in Acht. Ахиа дочрол үхтэл болгоно. Таша, таша! Алтчихла. No, no. Дочо.
矢が止まった。終わったぞ。家族が待っておる。ありがとうございます。もう当たってよいぞ。兵は倒した。痛めつけましたか。なぜお主が気にかける。このまま日吉の湯へ向かえ。油断するでないぞ。はい、そうします。